開演。どうも、本日はこれより琵琶湖ミシガンクルーズに参加したいと思います。
本日は大臣選の日がご乗車いただきまして誠にありがとうございます。本線は間もなく仁淀浜観光港に発車いたします。仁淀浜観光港で予選希望のお客様に実際中を織田信長が行った比叡山焼き討ちの時にこの不滅の法灯は比叡山もろとも焼き尽くされてしまったのでございます。まさに比叡山。ありがとうございます。逆に拍手が痛い言わなきゃよ。比叡山そうなんです。不滅の法灯は最後に比叡山を置きます。そう、これ不滅の法灯だ。 Thank you.
後は開店の4時間で皆様の日常で必ず一度は使ったことがある本前半の話になった日常会話でも頑張っているとっても本屋言葉でございます。さあこの4時間を高く受けていらっしゃる皆様、何だか考えていただきたいと思います。日頃生活された方にはいい天気ですし、春のことで近いということでプレゼントを考えたいと思いますよ。
皆さん今日クーさんが来ていただくという方も多いのではないでしょうか。クーさんね、坂本浩二氏というイベントで坂本浩二氏、坂本浩二氏その坂本浩二氏があります。坂本の町並みにはですね、この昔阿能州という石積みの達人たちが朝鮮半島を使っていて、その石積みの技術というものを日本に伝えてくれたんだそうですけれども、その職人たちが築いた、町並み、いろいろ残っているそうでございます。白壁とか石積みの町づくり、あの辺りを探索してみられるのも、なかなか歴史を感じる旅となったので、お勧めいたします。その後には、日本一長い坂本停留館というのもまたあります。比叡山のおられる際はですね、ぜひご利用いただきたいと思います。この長い停留館を渡っている間に広がっている景色、大変素晴らしいものでございます。今、春になりまして、もうちょっとで桜が散ってしまうんですけれども、あの暖かい陽気に包まれて、春のね、素晴らしい美しい姿が見ることができるでしょう。こんな話をしておりますけれども、そろそろ船がね、だん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 と進行していくのでございます。進行方向の右側、前方船にいらっしゃる皆さんと申し訳ない、転換したという見えてくると思います。もうすでに見えてるんですけれども、外側の皆さん、外にいらっしゃる皆さんは自動通してますので、中無人です。入ることはできません。ただ中に入ったことがあるという人は私知ってるんですけれども、聞いてみたところ、なんと言ったらいいんでしょうかね、なんかもたもたしい内部構造だったという、よくわからない抽象的な説明をいただきました。機械がびっしり追出自動測定局、琵琶湖全体には5つほど浮かんでいるんだそうですけれども、あの南側の一番南側の一つということになります。その水質自動測定局の向こう側、ずっと目線を送っていっていただきましょう。うっすらと遠くの方に橋が架かっているのが見えますでしょうか。山なりのカーブを描いております。あの橋しましょう。これクイズですよ、皆さんチャレンジしてくださいね。あの瀬戸の川橋というのが先ほど京都に戻る重要な交通拠点だということをお話ししました。でもちょっと遠回りなんです。どちらから京都に上がれたのに、そのからと私がもっと遠いのか、自分でこうな、ということで、この2つのあたりから大きく向かって、大きく船がたくさん渡っていたんだそうでございます。この大きい船なんですが、今日もちょっと風吹いてますけれども、ヨーロッパの方から見えようという上空がパンパンと吹き上げてて、たまに遅れたりとか、そもそも船が出せなかったりとか、そういうことがあるというものです。せっかく島でやってきて、船が出てないとなると、大変な時間がロスになってしまいますから、それだったら、一度大陸から瀬戸の川まで回り込んだ方が早い時もあるよね。さあ、皆様、ここで問題です。この出来事から生まれた言葉をお考えいただきたいと思います。正解された方には、全部動画を差し上げましょう。最後、クリエイティブにいらっしゃる皆さん、一緒に考えてみてください。いかがですか？分かったって言ってますか？あ、分かりました。大陸の皆さんに聞いてみましょう。この言葉とは一体何でしょうか？急がば回れ。大正解です。大きな拍手をお送りください。素晴らしい。そうです、肌から肌まで回り込んだ方が急いでる時は帰っていいよという、これを差し上げます。ビノコミシラン自由ノート、ここで手に入らない、どうぞ自由に書き続けてくださいね。ありがとうございます。喜んでいただいてよかった。そうなんです、この言葉の語源でもありまして、肌から吐き一度踊ってみていただきたいと思います。そう、そのまま回れの
コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。